Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. どうもこんにちは、リーナチャンネルです。よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございます。今回の動画は2017年8月に広島へ旅行に行った時の動画で、原爆ドーム編です。どうぞ最後まで見ていただけたら嬉しいです。広島には世界遺産が2つあります。前回の動画でご紹介した厳島神社と、ここ原爆ドームです。吹き抜けのレンガ造りの当時の広島県産業奨励館はほぼ爆心地で、大破しながらも爆風はほとんど上からまっすぐ下に働いたため、奇跡的に全壊は免れました。しかし尊い多くの命が奪われました。被爆して亡くなった梶山浩子さんの日記をきっかけに、被爆体験を伝える貴重な建物として当時の姿のまま保存されることになったのが原爆ドームです。こちらは四国地域を代表する広域型商店街、広島本通り商店街です。平和公園と繁華街を結ぶ東西577メートルの通りには約200の商店が立ち並んでいます。通りいっぱいにお店が並んでいて、キョロキョロしながら歩いていました。こちらは広島の洋菓子店、バッケンモーツァルトです。モンブランを購入してホテルで夜食にいただきました。甘さ控えめで、栗本来の味がとても濃厚で美味しかったです。広島に来たならやっぱりお好み焼きも食べたいということで、2日目のお夕飯はお好み焼きです。数あるお好み焼き店の中でこちらを選んだ理由は、広島県出身の友人が昔ながらのお好み焼きを食べるならここと教えてくれたのです。そしてそばではなくうどんに来たのが絶対におすすめです。広島旅行の最終日も朝から快晴です。帰る準備をして広電に乗って、これからアンデルセンで朝食です。
アンデルセンの店内は落ち着いた大人の雰囲気でゆっくり朝食を楽しむことができました。朝食後はホテルに戻りチェックアウトをしました。本当に素敵なホテルでした。お世話になりました。広島駅で締めの尾道ラーメンをいただきました。人気のお店らしくかなり混んでいて急いで食べたので次回はゆっくりと食べたいと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。もしこの動画が良かったと思っていただけたら高評価のグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の動画まで See you!